日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、真備町真備町は岡山県倉敷市に存在する地区。また、かつて2005年8月1日の倉敷市への編入合併まで岡山県吉備郡にあった自治体。この記事では自治体時代の真備町、現在の倉敷市真備地区の両方について記述する。倉敷市の北西部にあたり、同志多摩島地域の北部、 および、総社市の南西部になり、総社市とともに、総社県域を形成している。倉敷県域の北部にあたる。倉敷市や総社市のベッドタウンとして、急速に人口が増加し、地区東部はスーパーマーケットなどの郊外店の出店が相次ぎ激戦区となっている。地区内の企業は、総社市同様、倉敷の水島関連の下請け企業が多い。その他に、 農産物として、タケノコがあり、県内を代表する産地である。地区内東部の川辺、アリー地区では、国道486号沿線、周辺地域でスーパーマーケットをはじめとした、ロードサイド店が林立している。高橋川の西岸に地区があるが、町の北東部は、高橋川西岸の総社市下原に隣接する。地区の南北端は、丘陵となっており、 その丘陵館は比較的広い平野部となっている。その中央部を高橋川支流の小田川が投流し、地区南東端で高橋川と合流する。丘陵には竹林が多く、竹の子が特産品である。長周辺に数多くの弥生時代の遺跡が確認されていることから、当時から稲作民が多数居住していたと思われる。岡田の山の谷採取の石器。 下に万金府寺浦山発見の石符、尾崎の熊野神社浦山の黒宮を打つか、妹の蓮水池付近で発見された銅鐸などのほか、小田川沿いの平野周辺部には、紀元前後の弥生遺跡が点々と位置し、当時の真備町一帯に、かなりの水田が開けていたことを物語っている。古代は、豪族、下都道氏の支配する地域であり、奈良時代に、 検討士となりのち右大臣まで昇進した、き備まき備は、この下都道氏の出である。これが、町名の由来となっている。江戸時代には、伊藤町美が領主となり、以降代々岡田藩伊藤氏の領地となった。1871年、廃藩地県により、岡田藩は岡田県になり、さらに、備中地方の各県が統一され、真備町は、 深津県内の下道軍に属する十余の各村となる。明治9年には美、備前、備中、三正かの各地域が合併し、昭和27年に、真備町が誕生。太平洋戦争末期に、横溝聖子の疎開地となり、戦後もしばらくここに居留した。横溝の偶居は、現在一般公開されている。歴史的には、日々軍の流れを組む。 総社市圏域に属しており、平成の大合併の際には、当初総社圏域での新設合併を目指していたが、途中から倉敷市との合併も模索をし、合併をめぐる住民投票や町長選の結果などの右与曲折の末、倉敷市に編入合併となった。これを機に、地区内の警察、消防の管轄が総社から玉島に変更となった。ただしゴミの収集は、 総社県域で引き続き行っており、総社県域西部の中核としての機能も未だ持ち続けている。倉敷市成立時に各大技の頭に、まび長を冠したものに改称された。小学校、編集中学校、編集高等学校、編集支援学校、編集市の機関、編集県の機関、編集、きび真きび駅倉敷市編入に伴い2009年6月1日より、 倉敷 MA に属し、市外局番は086となっている。それ以前は、総者 MA に属し、市外局番は0866であった。郵便物の集配業務は、倉敷郵便局が担当している。2006年までは、八田郵便局の管轄区であった。ありがとうございます。